そろそろ、時間か。あー、ほら、ね、スクランブル行かなきゃいけないから、お金下ろして。あ、いや、ちゃちゃちゃ、行かない、行かない、行かない。うん。タトゥーホテルを、3月ぐらいかな、確か。うん。そう、パチン、パチン、あじゃパチンコ行かないんだ、そう。かっこいい。木梨、あ、亀梨君っていうの知らねえ、そんなの。どっちも同じだろ、結局。 静脈タバイタルチェックまあだからね、まあ、とりあえずもうこの家にはお世話になったからね本当にいろんな思い出があるまああんまないけどモテモテ本当大変だったもうだからこの1か月もうドッタンバッタンガッタンゴットンズッコンバッコンだったよねどこが知らねえそんなの「新大北斗」 じゃあ、行くしかねえか。信頼だったら行くしかねえな。いや、スロットやんない。どうなんだろうな。どうなんだろうな。スロットの方がいいのかな。いや、ちゃうちゃう、行かない行かない行かない。行かない。絶対行かない。やめて、誘惑すんのやめて。うん。考えない、俺は。うん、細けいことはいいんだ、ね、よ。そうそう。あ,あ、ただいま。もうだからね、まあ、なんとか1ヶ月、まあ、慌ただしかったな、本当に。 本当は正しかった。一人でやったからね、全部ね。うん。金がないんだよな。いや、お金もあるんだよ。2億ぐらいあるんだよ、今、ふわッちポイント。スクランブル、あでも一番勘の、いや、じゃあ行かない行かない行かない。行か,か,かないって言うんだ誘惑すんなって言ってんの。ゆう子ゆう子ねうん。俺、あ、もう絶対行かない、もう絶対行かないも。もう信じていいよ、俺のこと。うん。絶対行かない行かない。い ラブジョーの死んだら出たよ。え本当にマジでいやいやいや、行かない行かないだ。もう行かないっつって、もやめて行かないうん。まあ、男だったらね、まあ、その、勝負をしなきゃいけないときも、ああ、ありがとう、今度も。ジャグラーは絶対やんない。行かないってだから、行くわけないじゃんそんなパチンコなんか。この髪型いい一パチなんか撃ってる暇ねえやん。 やめて、誘惑するの、ほんとに。俺は意志が硬いんだよ、それは。ほんとに意志が硬いよと。ダイヤモンドの次に硬い。うん。え、覚えてないカオリンの手料理まずかったよ。信頼の窓ぎ面白いよ。あ、窓紛、何信頼出てんのこれは見逃せねえな。これは見逃せねえな。江戸っ子だからね、俺。まあ、横浜生まれだけど、うん。ラブ城なの じゃあ、あの、このビッグウェブに乗るしかねえな、これな。ね。テアンディだよね。まあ、俺、横浜生まれで横浜育ちだけど。ジャグラー嫌だあ。本当にああ、ちょっと待った。まあ、終わってるし。まあ、やることないしね。まあ、ね。うん。1万円 ?1 万円ぐらいなら、まあまあまあいや。いや、勝てばいいんですよ、勝てば。ね。わかる 勝てばいいんですよ。あ、そう、西口にもあんの。ゴッドは怖えな、ゴッドは無理。いや、いい、対決とか興味ない。勝てばいいんですよ。そう。そう。勝てばいいんだよ。勝てば勘軍だよ。そういうことよ。バカ言うぞ、お前な。男の勝負に女がね、差しゃってくんじゃねえ。いや、1万円でやめりゃいいんだよ、もうそこ。そうだ、1万円でやめる。もう、もう、ポッキリもう、ポッキリやめるんだよ。 バジリスクなまあ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 。手堅いじゃまあまあ、ジャグラーの次に、まあバジリスクはまあまあ、無難は無難だけど、なぁ。まあ完全に誘惑に負けたな。完全に。勝てばいいんだよ。勝てば仕事だよって。馬鹿野郎、つって。な。5スローなんか打たないよ、俺。二十スロー、48しか打たない。絶対打たない。時間の無駄。うん。そう。ゆずは女なんだから黙っとけ。お前は。ね。女の子どもはしゃしゃってくんな。風船ありがとる。 そう。いや、まあ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 、確かに、1万1000で出ることもあるから、じゃあ1万5000か。じゃあやっぱ1万5000か、軍資金。そうだよな。1万円で、次の1000円三度に入れて、3枚とか、まあパチン、スロットだと3枚、ね、パチンコだったら2回転目とか出る可能性もあるから、確かにそれを考えたら、1万5000円だよな。上限、確かに、確かにそれは。それはわかんないもん。ほんで、ああ、と1回回回せば、当たったよ、みたいな。この間あったもん、それ。 あの、なんだっけな、マクロスかなんかのパチンコ、1回手目で7。7が揃ったことある。1ヶ月ぐらい前かな。うん、そう、1000円でかかること。そういうことなんだよ。そう。そう、1万5000円だな。そうだな。そうそう。まあ、パチンコ1万5000円、スロット2万。うんうんうん。まあ、2万ぐらいはね。まあ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 。家賃3万だし。うん。まあ、でも家賃3万ってことは、2万4000円までは使えるってことよ。ね。 意味わかる ?5 万4千円の家賃だったけど、まあ、フリーレントだから、今月は家賃かかんないと。つーことはだ。3万いけんな、これな。3万いける。おうおうおう勝てばいいんだよ。勝てば。3万あれば勝ちますよ、それはもちろん。うん。そう、勝てるときはね、1000円とかで勝つもんね。そう、勝てばいいだけよ、本当に。簡単な話。勝てばいいの。 そう、5万持ってけば間違いない。間違いない。5万持ってない。絶対間違いない。それな、それな、ほんとにな。またセブンイレブン行っちゃうからな。な。ちょうどなくなったら、な、セブンイレブン行っちゃうから。な。1万間だとな。あるってセ,ルセブンイレブン行っちゃうから。だからあ、まま、5万持てば硬い。間違い、硬い。うん。そう、五分五分だから勝つか負けるか。ま、五分五分じゃねえんだけどな。セン2%ぐらいなんだけどな、勝つのは。でも行っちゃえば、ま、こう、こう、ちょっと遠目に見れば五分五分五分。そう。 ただ、ここで問題なのが一つなんだよ。何を打つか。ね。こんな北斗無双なんか打ったら5万なんかあっという間になくなっちゃうよ。ね。でも、ジャグラー打てば多分5千円ぐらいで、まあ多分トントン。まあまあ、勝ち逃げすればまあ、まあ、多分5千円ぐらい勝てるでしょジャグラー。でも、ジャグラーはやりたくない。でも、ゴッド行くほど俺は勝負師じゃない。まあ、ジ万あれば余裕ない。でも俺は、海物語は打たない。 そう考えたら、何の台を打つか。これが一番重要。ここにかかってんだよ。お前ら。うん。あ、興味ないっす、別に。あの、眼中にないんで、別に話題にすることないですね。バジリスクな。なまあ、確かに確かに手堅い。手堅い。勝てるときは大勝ちできる。目押しできるよ、よりで。ただ、メガネねえからな。わかんねえ、今。ブレるんだよ。なんか、いろんなものが。いろんなものがこうやってブレるんだよ。うん。 そうだね。5万持っていや、5万ダメだよ。どんなんで1万円が5万になってんだよ、お前。びっくりした、今。ダメ。2万円、2万円。うん。1> 1パチなんか何が楽ったんでしょなんかさ、ゆいがパイセンがさ、なんか今すごい大変なんでしょでも俺思うのだって、12、三に13発バレた時に、ゆいが先輩その試練乗り越えてるでしょじゃあ今回の試練なんか簡単に乗り越えると思うって思ってんだけど、俺。 なんか今すごい大変らしいんだけど。でも俺で、もし俺がゆいが先輩だったら、12歳に13発したって合格がバレた瞬間俺は引退してるなって思ったら。いや、わかんない。俺見てないからわかんない。うん。いや、まあ定式ならジャグラーだけど、2万だったらジャグラーじゃないよ。5000ぐらいだったらジャグラーだよ。うん。リゼロね。あー、スロットか。まあそうだなまあリゼロか。オス番長ンまョね。まあま、あま,あま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 あ手堅い手堅い。 うん。まあ、バジリスクは確かに夢はあるよ。夢は。で、まあ、負けないからね、あんまりね。あんま大負けはしないから、バジリスクは。じゃ、バジっちゃうじゃ、バジっちゃうか。バジバジしちゃうじゃ、軽いうつうん。でも、パイセンの被害を受けた女の子はもっと重い鬱になってると思うから、甘いんじゃねえぞ、この野郎。おい。てめえ人に何してんだお前。なあ。子供にお前が何したか思い出せ。何がうつだ、お前。 おめえが鬱になってんじゃねえ、バーカ <laughs> ああ、そう、やつってら。何かあったのかなうるせえ、バーカおんなやろゴスロなんかやんねえっつってんの。ハミチンがよ。ハミチン野郎がよ。ゴスロなんかやんねえんだもん。あれ、じじいばばの、なんか、年金暮らしのやつらの遊びだろ。ゴスロやってる若いやつなんか見たことねえ、俺。そんなやつお前、軽蔑しちゃうわ、俺。 あ、ジャグラーで軍資金を増やして、別の台ってことパチンコに行ったりってこといや、わかんないけど。髪切ったそう。あ、そうだね。髪切ってお初お披露目の前も。まあまあ、急、あ、まデじってことまデじっちゃうってことでもなんかな、それ勝負じゃねえんだよな。なんかつまんない。ゴスロとかね、一パチは時間の無駄。うん、だったら家で YouTube で,で、あの、ベイブレードバーストのアニメ見てるわ。 何あのね、バジリスク絆で20年ぐらいしたことある。な何年前 ?2 年 2, な ?2 年ぐらい前かな。うん。ここ家賃は5万4温泉円。ここは高かったよ。次の新居は3万円。めっちゃ楽だよね、気が。本当に気が楽。まあ3万だと1日1000円花火上がれば、まあぶっちゃけ払えるわけじゃん、家賃だけで。でも5万4温泉円になると1日2000円なんで、花火。で、6万円じゃん。 やっぱそこはね、全然違うよね、1000円と2000円の違い。1000円だったら、ちょっと花火お願いって言っても、まあ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 可能性あるじゃん。そうよ、1000円で出したらいいだけよ。ね。軍資金。そうよ、2万円も使わなきゃいいのよ。1000円で、ね、プレミア引きゃいいのよ。ゴッドか。でかいよな、こまあ、5万4000、まあ、住み心地は良かったけど、 ま、せいぜい4万だよな。出して。うん。今いる場所はそう。前住んでた場所の、えー、掃除。あの、ずっと朝から、あの、かんカンクションとか、あとあ、洗濯置きの、あの、なんかラックとか、あと、流し回りとか、あと、床とか、床とか、あとは、とうんと、六畳間とか、うん、あの、掃除してて、大変だったって話。 全部日本語。私、オカマじゃないわよい。オカマって失礼よ。あ、ごめんごめんごめん。ネイティブになっちゃう。そう、だもう退去だからね。じゃや,やりっぱなしにしようと思ったけど、カチンときだから、なんか、ね、あのー、ね、あなたね、息子さん住ませるなんて聞いてないしとか、ママが言われて、ね、男の一人暮らしなんで、おぞましいとか言われたって言うから、じゃあやるしかねえなと思って。そう、帰国しよで、やってやってよ。余裕だったけどね、別に。 いやだい、しょうがないじゃん。ムカついたんだもん。なんか、あ,あそこまで言われたらやりますよね。だ前の家をい出されたっていうか、あの、更新しねえって言われて、じゃあしなくていいよっ、つって。そう、昨日歯折れた。はい、初見いらっしゃい。初見さん。じゃあまあす、まあまあ、そこまで言うならもうパチンコ行くか、みんなが。まあさ、俺は本当は行きたくないけど、 みんながパチンコ出るよって言うから、まあじゃあ、まあリスナーが言うから、本当は行きたくないけど、まあじゃあ、まあまあリスナーがそこまで言うならな。行くしかないな。うん、それはしょうがないリスナーがそこまで言うんだもん。俺は本当は行きたくないけど。ああ、そう、神奈川の横浜。うんな。なんかね、そんなこと言われた。そう、それあ初見いらっしゃい、ペコちゃん。君のペコちゃんを、ペコちゃんにしたいよ。 何打ついや、バジリスクじゃない一番無難なのは。まあ、バジリスク、窓曲ぎ。まあ、北斗無双、ゴッドは絶対打たないでしょまあ、打ったとこでって話なんだよね。打ったとこでって話なんだよね。うん。そう、意外や意外、こういう日に行かないのみたいな。え今日勝つのに行かないのみたいな。神様言ってる。そうやって。俺ね、国代りやってんだ、今。で、国代わりが、 あの、めくら、まあ、あ寝くらになって。で、そんで、あの、俺もう、か大、大急層にいるんだ、今。で、それで、いや、言ってるよね、あ神が。うん。国代わりが言ってる。うん。いや、リス論せ戦にするよ。当たり前じゃん俺、責任低下得意だもん。いや、わかんない。自己、いや、訳ありじゃないんじゃない今のところ何、うん俺、俺そういうの気にしないから。新居、小栗沢。うん。勝率100、百だよ。 お前10割の、お前な、勝負事ってのはね、10割、自信がなかったらやんねえんだよ。な。そう、国だわり。くんだりんにか。国 <laughs> くんだりんに。お前、間違ってた、間違ってた。あ、国だわりじゃねえんだ。うん。まあ似たようなもんでしょ。じゃあまあちょっと、まあ時間、あ、やべえ。あ、銀行やんなきゃ。じゃあまあ一回終わって、まあ、まあ配信なかったら察して。 配信ない、ツイートなしだったら察して。で、ま、なんか、ものがいっぱいあったら、察して。うん。いや、スロ対決が興味ない。対決するもんじゃねえから、ああいうの。うん。あれ別に運だから。うん。別に技術何もねえし。新居文身さんは。そろそろ行かないとね。台埋まっちゃうの。何うるせえな。 な、負けること想定して勝負するやつなんか一人もいねえんだよ、バカ野郎。まあ、何言ってんのお前は。女子供はすっこんでろ。うん、いや、今日は暑いね。いや、夜中めっちゃ寒かったもんね。本当に。そんな感じです。ということでね、一回配信終わります。皆さん、本当にありがとうございます。イテムいっぱい。本当にありがとうございました。もうね、ほんとみんなのおかげで、あの、本当にもうね、これからもね、楽しい生活ができると思うし、ね、もう本当これからもふわっち盛り上げていきたいと思うんで。 皆さん応援の方、よろしくお願いします。本当に。ね。やっぱり、みな、やっぱリスナーいて、リスナーあってこその僕なんで、ああ、ごめん、近かった。ごめん、ごめん。あの、目が悪いからさ、コメントが見えない。うん。やっぱリスナーあっての僕だからいや、そこはやっぱリスナーさんを大切にしながら、やっぱリスナーさんと共に成長して、やっぱその、お互いに切磋琢磨して、行きたい。これからももちろん、ね。2020年ももちろん僕は、ふわっちを盛り上げたいと思うし、 あごめんごめん。あごめん。目が悪いからさ、俺。ごめんごめん。ごめん。近かったごめん。やっぱそういうところはさ、やっぱリスナーさんと一緒に、暗くを共にしてさ、行きたいと思うし、うん。ああ、ごめんごめん。目が悪いから。頭も悪いし。もういいとこないもん。夜ね。夜配信しなかったら察して。もう、あの、多分死んだなと思って。またね。アディオース。あ、これ危険になるわ。危ね危ね 今のはダメだな。運営さんごめんなさい、今ちょっと。ちょ、久しぶりすぎて、キスしたかった。キスしたかったの、みんなに。ごめんね、グロ画像映しちゃって。はい、またね。アウ